ごご視聴ありがとうございます。「天地盛大」その第98回第19章「菊」その6続きから「トールは廊下の中ほどまで戻ってそこで立ち止まった」「廊下は暗かった」「じっとしていると秋の蚊が弱々しくうなりながら寄ってきた」「向こうの座敷の障子が火の色で明るく」 三国の高い声が聞こえた彼は内藤の話を思い返した百二三十日前のことだが徹は平石雷三郎から内藤の父を斬った相手は分かっているんだとささやかれたことがあるそれは当然なことだろう常中での人情なのだからどんなに隠したって隠しきれるものではない政治的な意味から厳重に隠蔽されているだけで。 その場に居合わせた者が一人もなかったはずはないけれども内藤がもし知っているとすればどうかトールにはその方が気がかりであった「無論知っているだろう」とその時平石は答えた「だが内藤は俳あ優あ性質だから仇討ちなどということは考えもしないと思う」「ルもそうだろうと思うが周囲にはまだ仇討ちということが 侍道徳の至上命令であると信じているものが少なくはないそういう人たちの陰口や非難の目を内藤が感じないはずはないしどこまでそれを無視し続けることができるかはわからない「そうだこれも単純ではない」とルはそっとつぶやいた内藤が侍を辞めて私塾を開く決心をしたのはそんなことが原因の一つになっているのかもしれない。 侍をやめればそういううるさい問題とも縁が切れる福は伊一郎が「板書調べ書」を出されるのはお父様のことかもしれないと言ったそれは人情で死んだという事実が触りになるという意味だったろうしかし今考えてみるとむしろ父の仇が誰であるか分かっているのに仇討ちをしないという非難の方が真の原因だと見ていいだろう いいろろなものが変わってゆくトールは吐息をついてつぶやいた「まるで世の中全体が崩れてゆくようじゃないか」そうつぶやいてトールはふと顔を上げた障子に明るくともしの映っている座敷で光国の声がひときわ高くなり荒々しく叫び出すのが聞こえた「お前は俺の弟だぞ!」と光国が言った。 俺は正直に言っているのだお前には俺の気持ちがわからないのか元臣が答えたらしいけれどもその声は静かに低くトールには全く聞き取れなかった三つ国の声に気づいたと見え房野がそっとこっちへ来たトールは振り向いて房野に首を振ってみせたその時また三つ国のかんだかい声が聞こえた「そんなことはないそれはお前の思い過ごしだ」 それから少し間を置いて叫んだ。お前が俺の言うことを聞かないなら俺もお前の言うことは聞かぬたった今絶縁するぞ草野が急いでそっちへ行った絶縁するという言葉がはっきり聞こえたので取りなそうと思ったらしいだが草野が声をかけるより先に障子が中から飽き「草野帰るぞ」と言いながら光圀が出てきた「殿 お待ちください。何も言うなと光国が叫んだ「帰る!」光国は大股に去って行き房野はトールから自分の刀を受け取ると「俺がなんとか取り成すから」と言って光国の後を追った見ていると渡り廊下のところからおが彼らを送り出す様子なのでトールは元海のいる座敷へ入っていった。 元夫はヤグの脇に座り、両手を膝に置いてぼんやりと前の方を見たまま座っていて、トールの入ってきたことも知らないようであった。シトネの上へお直りください。トールはそっと言った。もう冷えますから。畳の上ではお体に触ります。元夫はゆっくりと振り向いた。兄上は帰られたな。はい。トールは。 手をついてった「友をしてまいった房の又十郎がきっとおなだめ申すからと言っておりました」「いやそれには及ばない俺は間違っていた」元尾身「元臣は投げしの方へ目を上げながら何かをかみしめるような口ぶりで言った」「そう負けと縁をたち刀も捨て名もない一人の人間となってこの制約所で生涯を送ろうと決心した」 それならこのままでいいはずだ闇討ちにあって斬られここへ担ぎ込まれて世話になったいわば雪倒れ同様の身の上なんだ制約所に救われた雪倒れなんだそれを兄に手紙で訴え縁を切る代わりに金の無心をしたと元臣は静かに続けたおに厄介をかけた礼もしたいし製薬所の苦しい経済の役にも立てようと思ったから しかしそれは間違いだった間違いだけではなく卑しい思い上がりだった必要なのは金ではないと元海はなお続けた前にも言ったように幕府の決めた予算は馬鹿げて定額だそれを今日までやってきたのは土地の大商人や地主などの寄進があったからだしその寄進はなおの働きによるものだなおは 一文の税にも出しはしなかったが身も心も打ち込んで施薬所のために役立ってきたなおがここにいる限り施薬所に寄進する者も絶えはしないだろう仮に兄が俺の望みどおり彼を出してくれたにしてもそれは無限に続くものではないまた金で解決のつくことはここではさして問題ではない俺がしなければならないことは

この美しさはは金でで作れるもののないこの菊を金で買うことはできるが金だけでこれほど見事に咲かせることはできないトールはその菊の花を見つめた昨日の夕方服のために切った乱れ咲きの小菊とは違ってこれは差し渡し五寸もありそうな厚咲きものであるあんの光を受けた片面が座敷の 薄暗さを背景にしてみずみずしく雪白に浮き上がるように見えた。ふさのにそう伝えてくれ」と元奥は言った。「俺の居所を公開しないと約束してくれる以外に何も望みはない。どんな取りなしも無用だと。はい、王せの通りに申し伝えます。トールは手を膝へ戻しながらまたい。 どうぞ人根の上へお直りください元海はヤグの上へ座った兄は気の毒な人だ彼は独り言のように言った家中両派の動きのいずれが正しいかどちらを取れば中村藩の安泰が保てるか自分では全く見当がつかない密かに朝廷へ働きかける一派も抑えられないし 大連盟の監視にもひどく気を使っている話によると仙台から非公式にではあるが母上を人質によこせと言ってきているそうだ領事院様をですか母上は3年前から中村へ帰っていると元海は言った大名の家族を領地に返すように触れ出させたことは知っているだろう母上は江戸生まれの江戸育ちだから 一度は領地を見たいとおっっしゃって兄上の帰国する時一緒に中村へ行かれたが土地がお気に召したのかそのまま中村に陰生しておいでになったそれを仙台でお預かりしようと言ってきたのだそうだ通るには言うべき言葉がなかった「国元の砂漠派はもちろん受諾しようとしている勤労派の反対意見も強硬だ」と言って元海はため息をした。 兄はどうしたらいいかからないそのほかの細かい問題はもとより差し迫った母上のことをどうしたらよいかさえ判断がつかないそれで俺に屋敷へ帰れというのだ秋田の師範へ婿に行っている二人の弟は全く砂漠派の側に立っている光には一方に変したくはないもうしばらく時世の動きを見てからにしたい それには元のの助力が欲しいのだ家中両派の動きを抑えるにも若い者たちに人望のある元臣がいれば光圀もずっとやりやすくなるからだ「俺が帰れないことは杉浦にも分かっているだろう」と元臣は言った「俺は家中の者からも狙われているし外部からも睨まれている」「砂漠派は俺が若い者たちを 道派へ先導すると信じ込んでいるし金道派はその逆を信じ込んでいる俺は政治に関心のないことを繰り返し主張してきたそのために主職にふけるような馬鹿げた真似までしてみせたのに彼らはますます盲信を固くするばかりでついには石原菓子の闇討ちということにまでなった俺が水谷元臣である間は 人間らしいい、生活はできないと元臣は続けていった「現実に俺は石原菓子で死んだのだ」「吉岡一蔵はバカなことをしたがあれで俺が死んだということが証明された結果になる」「だから俺は兄の申し出を断った」そう語りながら元臣は頭の中で2つのほくろのことを考えていた。天地盛大。 その第98回第19章「聞く」その6「6途中までこの続きはまた次回。